これから足のトリートメントを行っていきます。今日使うのはこちらのシアセルマ、シアバターで作られているマッサージクリームですね。常温ではこのように固形になっているんですけれども、まさしくバターのようにですね、体温のあったかさが35度以上あると溶けるようになってますね。すごく保温性とか保湿性とか抗炎症作用がありますの で天然成分 100% ですごく肌に優しくて、お年寄りの方も赤ちゃんでも敏感肌の方も、何かこうアトピーだったりある方にも塗れるようなクリームになってます。こちらでトリートメントを行う場合はプラス500円にて対応いたします。ではやっていきますね。まず蒸しタオルで足温めます。足やっぱちょっと冷たいですね。そうですね、はい。痛かったですか？パキパキしますね。でも前より足もちょっと、太くなったんですよね。あ、そうなんですよ。そうですよね。で、はい、健康的になったなと思いますけどね。あ、そうです、ね。前が細すぎたので、そうですね、はい。このようにナイフで取って塗っていきますね。シアバターはすごく女性にも嬉しい、肌に対する美容健康作用がすごく高いクリームになってまして、抗酸化作用があるので、はい、お肌の老化をですね、はい、防ぐ働きがあるんですよ。はい、だからシミとかシワとかを、はい、になりにくくする。はい、すごく抗炎症作用があるので、やけどとか吹き出物とか肌荒れに対してもですね、痛みを鎮めたり、あ、そうなんですか。はい、すごい。はい、止血作用とかもあるので、こう切れちゃったりしてるようなところにも塗れるんです。で、塗って塗ることによって血が出るのとか、はい、痛みを和らげてくれるんですね。感触どうですか？気持ちいいです、うん、結構触って気づいたと思うんですけど、はいはい、足の裏カサカサ、はい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 、悩んでたんですよ。ああ、潤いますよ、これ塗っとくと。維持力もあるので、速攻性と維持力があるので、はい、塗るとすぐにこうしっとりして、通常のオイルよりもですね、適度な滑り具合なんですね。滑りすぎないので、はい、ちゃんとこう圧をかけられるんですよね。ポイントポイントで、例えば湯煎のポイント、ツボなんかもですね、グッと押すことができるんですね、滑らないので。はい、なんか狙ったところでグッと止めたいっていうような時も指止まりがいいので、しっかりと刺激ができるっていうメリットがあります。でも前より痛みも弱くなってますよね。そうですね。ええ、すごかったです。そうですよね。ちょっと触っただけでも痛い痛いっていうぐらい痛みに弱かったんですけども、はい、まあ、痛みに強くなったというか、まあ、痛まなくなったというかね、まあ、状態が良くなってるっていうことですよね。そ
ですね。痛い。これはでも結構皆さん痛いですからね、皆さんね。はい。はいって言ったそうか。痛い人はどう思う？いやいや、まあこれは痛いです。あのね、この辺とかをこうちょっと撫でるぐらいでも痛がってたので前は。それを比べるとすごい良くなってきてますよね、うん、でもまあやっぱりどうしてもこう細いんですよね、こう詰まった感じがあるので、うん、こうちょっと広げることしようとすると痛いですね。指動かしたりとかなさってますか？たまに寝るときに、あ、でもちょっとはそういうふうに気にするというか、うん、意識あるようになったんですね、うん、非常にいいことですね。なんか体足触った感じだと、はい、頭と腰、はい、骨盤ラインとかなんで良くないですね。かかとすごい痛いですね。かかとがあのこちらが卵巣ですね、はい、こっちが子宮ですね。へー、はい、冷たいですしね、うん、痛いですね。ここ痛いですね。痛い。あの肩が凝ってる方も張ってるんですよ、これ。もうの表側、こんなとこ触んないですかね。そうですね、でもここが太いの嫌じゃないですか。嫌です。ここが結構モリッとしてる女性多いんですけど、うんうん、だいたい肩こりですよ。あ、そうなんだ。ここ張ってる方、ここ胃経のラインなので、はい、胃の調子が悪い人もここ硬いです。へえ。逆に言うとここほぐしてあげると胃の働きも良くなります。そうなんですね。痛い
この何でしたっけ、はい、卵巣、卵巣です、卵巣の方ですね、卵巣すごい痛いです、はい、卵巣と肩の、はい、痛い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 、まあ、あのやっぱり冷えがありますからね、そう冷たいですからね、かかとが冷たいっていうことは、あのやっぱりこう 女性下腹部も冷たいっていうことになるんですよね。だんだん痛くなくなってきたんじゃないですか、あさっきと同じぐらいですよこれ。ちょっと気持ちになってきた、はい、食べ物はどうですか、最近よく してますか食べ物。あ、カップラーメンやめました。あ、えらい、すごいじゃないですか、はい、はい、素晴らしい。あ、それも いんじゃないですか、こう健康的になったのは。素晴らしいですね、食生活を改善されて、はい、ちょっと太ってきたのが気になったんで、はい、足とかの、そうです、ね、お腹周りだけ太っちゃうんですね。嫌で、嫌な太り方ですね。そうなんですよ、下半身に胸とかにつくならねまだいいですけどね。あんたの親指、親指が、はい、親指頭ですよ。もうすごいですね、なんかやばいですね、今日はおとなしくできるなと思って予想外れましたね。そうですね、撮影今回つまんないはい、舐めてリフレはね、リフレ痛いですからつまんないさせてはいけないなというのもですよね。比べると前回よりも超痛いですよね。あ、あの前回一個痛い、あのリフレやってないですから。あ、リフレはもう痛い、私のリフレは痛いのが痛いのがもういつも鉄板なんで。あ、でもすっきりしますよやると。今までで一番こう、はい、体勢が変わった人かもしれないです。私もなんか逃げられないように逃げようとしてるんですね。あ、それ。はい、ここ骨盤ですね。あ、逃げようとしてますね。そうですね。だいぶ足がもう。ああ、これはなんだろう。これ痛いですね。はい。あ、嫌な感じがありますか。嫌な感じですね。あ、腰が良くないんですね。ああ、痛い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 。足あったかくなりますよやってると。あ、そうですね、あったかいはあったかい、あったかくなってきましたよね。大丈夫です、はい、もう枕なしで。そうですね。あら、あー、痛い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 よこれ本当に。こ声が、はい、今日は朝声小さいなと思ったんですけど声でかくなりましたね。そうですね。はい。
お腹から声が発声練習にいいかもしれない。発声練習に声帯が開くやばい。あ、でも暖かくなってきてますよ、本当。そうですね、はい。婦人科系があんまり良くないんじゃないですかね。婦人科系、泌尿器系とか今まで一回もなんか何もないですか。あ、なんか石ができました。あ、できる、やっぱり。この年で石ができる。やっぱり。10代の時に、ええ、なんか倒れました。ああ、なるほど。やっぱちょっとそういう出てますね。そうですね。やっぱね、冷たさと硬さが、はい、はい、石の原因の一つですからね。やっぱ野菜とか食べて、はい、体温めないと。なんかでも石ってなんかじいさんばあさんがなるイメージありますけどね。あ、でも結構やっぱり、若い方でもね、まあ、考えたことなかった。あと欠席できるの男の人の方が多いですね。女の人より男の人の方が、はい。まめに水分取って、はい、はい、ちゃんと汗出してした方がいいですよ。はい、ちょっと一回こっち向きましょうか。はい。気持ちいいんじゃないですか。はい、うん、あ、あ、熱いですか。暖かいです。はい。柔らかくなってきました。痛さは減ったんじゃないですか。減りましただいぶ、はい、だいぶさっきより柔らかく暖かくなってきましたよ。そうですね、はい。痛かったですけどね。暑いですか。かかと、かかとでもさっきよりゴリゴリしてないですよ。あ、本当ですか。はい、あ、かかと、はい、気持ちよくなってますよね、さっきよりね。はい、はい、ね、よくなりましたよ。はい、じゃあ片足こんな感じでちょっと触ってきますね。
巻いとくと結構あったかさと保湿力が高くなるので、はいはい、塗ってきます。オイルよりこっちの方が好みです。あ、好みでした。うん、おー、よかったです。どういう風に良かったですか？なんか気持ちいいですね。はい、気持ちいい。はい。やっぱり。おー。ツルツルしますよね。そうですね。オイルだと滑りすぎちゃう感じで圧が足りないとかですかね。そうですよね。あとこれ。これってあの変な匂いとか、はい、塗るつけが残るとかそういうのもないのでそこも結構いいですよ、うん、どうですか今右足あったかくないですか？あったかいです全然違いますね、はい、ねえ違いますよね。やっぱり足先が冷たいですね。あ、でも多分あの先にやってる方がより抵抗強いっていうか、やっぱり冷えてるし、はい、結構びっくりするっていうか。わーっていう感じで痛いってなるんですけど、はい、慣れも出てくるしちょっと温まってもくるので、はい、後でやる側の方が今でいう左足の方が多分痛くないと思いますよ。あ、そうですね、親指とか、はい、うん、ですね、立ちます、はい、ちょっとね楽になりますからね。そうではなかったですか？安心するとダメ。安心するとそうですね。安心するのは早いですね。たまに気持ちいいからこれダメ。そうですね。ずっと痛ければ緊張してる。ああ、そうですね。こう強弱が。痛いよ。痛い。肩こってますね。ああ、そうですか。痛い。会話もできないこれ。いい声ですね。ちょっと気持ちいいですよね。あ、気持ちいいです、はあ、でも本当前より良くなってます。本当に本当ですか？本当に良くなりました。
あ、でもその痛い。あ、痛い痛い痛い。ついでだからこっちやりましょう。こっちそうでもないですね。あ、うん、気持ちいいかも。あんまり油断はしません。油断はしない。あ、やっぱ痛い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 。ないなりすごい良くなってますよ本当。おう、うん、この辺はね結構男女ともに痛がる人大多数なんですよ。あ、本当ですか。うん、いや普通に気持ちいい。カップラーメンやめたのが良かったんですかね。あ、やっぱり栄養面が良くなって。でも本当なんか全然前より本当にすごい健康的になりましたよ、足。うん、言ってもこの辺痛いのは結構みんな痛いですからね。うんうん、それあのあれですよ、細くもなりますよこれやっとくと。お、それはいいですね。うん、女の人って自分でやる人いますもんね。あ、いますいますね。そう、うん、でもいやなんですよね、自分でなかなか続けられないですよね。続かないですね、絶対続かない、ね、やっぱり面倒くさくなったり、うん、痛いから、ね、なんかやりたく なくなったりして、ね、やんないですよね。痛くないって幸せですからね。すごい強い意志がないと自分ではできない。あ、そう、意志がないとできないですね、うん、なかなかね。でもほらもうあんまり痛くないですよね。あ、確かにそうですね、うんうん、一仕事した感じですね。あ、ね、そうですね、痛みがね軽くなってますよね、はい、
進めたいんですよね。うん、でも耐えられるぐらいになったんですね。うん、でも全然良くなったんじゃないですか、そしたら、うん、ねえ気持ちいいって思うのが、ああ、すごいじゃないですか。反応良くなりましたよね、早いというか。痛がってても、はい、なんか痛くなくなるまでの時間が前よりすごい短くなりましたよね。なんか猿芝居みたいな感じです。あんなに痛がってたのに言ってる。え、絶対見てる人この差は、ね、あ、こいつも痛がるのも忘れてんなって。いやでもから本当ですもんね。演技なしですよね。演技じゃない。はあ、だから体が良くなってるのと、多分あとこう、うん、もう何度もうちにいらしてくださってるので、はい、多分こう リラックスしてるのもあると思うんですよね。前ほどそのなんか緊張感が最初にないので、うん、そう、だからまあ、あの痛いと思ってもまあ何ていうんですか、早く慣れるというか、うん、そういうのもあると思いますね。なんかその痛いっていうのがただ悪い痛みではないっていうのをもう知ってますよね。だからなんか痛いと思ってもそんなに それが嫌だとか怖いとかっていう感じにあまりなってないっていうことだと思います。そうですね、こんなに早く痛みが。そうですね。ご視聴ありがとうございました。気に入りましたらチャンネル登録をお願いいたします。お願いします。はい、はい。